私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。歌謡界にも第7世代注目理由は SNS 駆使、個性派揃い、共通した目標。辰巳ゆうと23は正統派のイケメンで、巧みな話術も魅力だ。同じ事務所の氷川きよしの弟分でもある。歌謡界で第7世代と呼ばれる演歌系の若手歌手が頑張っている。コロナ災いでコンサートやキャンペーンができない中、配信ライブや YouTube などを積極的に活用し、ファンを楽しませている。第7世代はもともとはお笑い界で話題となった小生だが、ファン層の高齢化などで低迷を続ける演歌歌謡曲の活性化に一役買っている。時代を象徴するキーワードになりそうだ。アイドル、グラビアと三刀流の望月竜京。ひし形。第7世代という言葉は18年頃にお笑い界から生まれた。主に10年以降にデビューしたお笑い芸人の総称とされた。ちなみに第7世代は、霜降り明星、ユリアンレトリバー、宮下草薙、四千頭身、エクシトラ。これをきっかけに様々な世代区分も生まれた。それらによると第1世代が、コント55号、ドリフターズ。第2世代が、ビートたけし、明石家さんま、タモリ、ら。第3世代が、トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、ら。世代分けに批判的な声もあるが、新しい視点として話題になった。この発想で生まれた歌謡界の第7世代も注目されている。理由は大きく3つある。1つはコロナ災いの影響だ。コンサートやキャンペーンなどが軒並み中止となり、ベテラン歌手の多くは活動を自粛した。一方、若手歌手は配信ライブやネットサイン会、YouTube チャンネルの活用などでファンとの交流を保った。Twitter など SNS も駆使して情報を発信した。音楽関係者は、演歌ファンは高齢の方が多く、パソコンやスマホは無理と思われがちだが、会えないのはお互い様で積極的に参加してくれている。SNS で若い世代にもより情報が伝わるようになった。コロナ災いの巧妙で新しい活動の形が生まれたと思います、という。二つ目は個性派揃いであることだ。日刊スポーツコムの連載、我ら第7世代から演歌歌謡曲のニューパワーからに登場する歌手も皆多彩だ。新浜レオン25は、ビゼットや大黒摩季らが所属する事務所、ビーイングの演歌第1号歌手という異色の存在だ。二見荘をはじめ22は、やまびこボイスの異名を取り、YouTube の公式チャンネルで素顔を披露し人気を得ている。望月竜京25は演歌歌手、アイドルグループ、グラビアと三刀流で活動し、幅広い世代から支持されている。青山新21は、石原裕次郎さんや小林旭が活躍した日活映画の主題歌路線で注目されている。辰巳ゆうと23は正統派のイケメンで、巧みな話術も魅力だ。同じ事務所の氷川きよしの弟分でもある。三つ目はライバルだが、連帯感があることだ。同世代に昔の名曲の素晴らしさを伝えたいという共通した目標も持つ。新浜は、第7世代に名前を挙げていただいてとても光栄。他の歌手と一緒に、今しか届けられない活動をやっていきたい。深見は、同世代の仲間と一緒に、もっともっと民謡も演歌も盛り上げていきたい。望月は、演歌は日本の文化。衰退してはいけない。第7世代のみんなと力を合わせていきたい。青山は、第7世代の方々とご一緒させていただくと勉強にもなるし、環境的に恵まれている世代と思います。辰巳は、仲がいいのが僕らの世代の特徴。みんなで協力して、一番下の世代から盛り上げていければ、と語る。歌謡界の活性化のためにも、第7世代にぜひ頑張ってほしいものだ。笹森文彦、北海道札幌市生まれ。83年入社。白毛世代にあたるが三無主義ではなかった。
大学入学当時、インベーダーゲームの大全盛期で何時間も待ってプレイした。この頃、アニメやコンピューターゲームなどオタク系業界が急速に発展。白毛世代の中にオタク第1世代も含まれるという。白毛にオタク。あまり響きがいいとは言えない世代か。血液型 A。小なり戦後の演歌系歌手の世代区分大なり。第1世代、春日八郎、三橋道也、南春夫、村田英雄ら。第2世代、美空ひばり、島倉千代子、橋幸夫、北島三郎、船木和夫ら。第3世代、森進一、千正男、五木ひろし、宮古晴美、水前寺清子、大月宮子、八代明。第4世代、石川さゆり、小林幸子、川中美雪、坂本冬美、五代夏子、香西香織、藤あや子、細川隆、吉幾三ら。第5世代、水森かおり、氷川きよし、北山たけしら。第6世代、山内警戒、三山ひろし、福田光平、市川由紀乃、岡みどりら。第7世代、中澤拓也、辰巳ゆうと、新浜レオン、二見荘をはじめ、青山新、つぶくみゆう、朝花美穂、岡ゆ、門松みゆき、望月龍京ら。中デビュー年や初ヒット同士などを参考に既存のデータと日刊スポーツの分析で世代分けした。美空ひばりさんはブギやマンボ、マドロス歌謡などを歌い、第1世代から大活躍しかが、やわら、64年、悲しい酒、66年で演歌歌手の地位を確立したと言われ、第2世代に区分。小なり丸々世代あれこれ大なり。社会情勢や価値観の変化などによって様々な〇〇世代が登場した。団塊の世代、戦後の1947年アキラ22から49年に生まれた世代。第一次ベビールーム世代で3年間の出生数は800万人以上に上った。大学時代は学生運動の盛んな時期と重なる。バブル経済期を40歳前後で迎え、日本の経済成長を支えた。文化にも大きな影響を与えた世代で、音楽ではビートルズ世代と重なる。坂井谷太一氏の小説、団塊の世代、76年に由来する。白毛世代、主に50年代から60年代半ばに生まれた世代。学生運動が下火になった時期に青春時代を迎え、政治だけでなく、世の中の事象全般に対して無関心となった。傍観者のような冷めた態度などから命名された。十分な教育を受け、偏差値が成績の指標となった。この世代を象徴する言葉が、三無主義、無関心、無気力、無責任。新人類世代60年代生まれの世代。大学入試の共通一次試験に代表される画一化社会を生きた。インベーダーゲームが流行し、元祖サブカル世代とも言われる。今までとは違う価値観を持った若者たちという趣旨で呼ばれた。85年に、朝日ジャーナル、筑紫哲也編集長が行った連載、新人類の騎手たちで、この呼称が一般化した。バブル世代、主に65年から69年生まれの世代。大学卒業時にバブル景気を迎え、就職市場は空前の売り手市場となった。長時間労働、接待など当たり前の時代だった。女子大生を中心に華やかなファッションブームが生まれた。86年の男女雇用機会均等法施行以降に社会に出た世代で、女性の活躍が注目された。氷河期世代、主に70年から80年代初めに生まれた世代。90年に株価や地価が暴落し、バブル崩壊が始まり景気が悪化。企業が新規採用人数を控えるようになった時期に社会人となった世代。ロストジェネレーション失われた世代とも呼ばれる。このほか、団塊の世代の子供世代にあたる、団塊ジュニア世代。02年から10年のゆとり教育を受けたゆとり世代。0年以降に社会に出たミレニアム世代などがある。世代は技術革新でも使われている。コンピューター第1世代は真空管で、
トランジスタ、集積回路、IC、などを経て、現在は第5世代の人工知能、AI、通信システム、5G、という言葉を最近よく耳にするが、これは、第5世代移動通信システム、のこと。超高速、大容量が売りだが、すでに 6G へと進んでいる。この他家庭用ゲームや携帯ゲームなども細かく世代分けされている。丸、記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。